山形県に入ってきたわけなんですね。ですからこの紅花にはいろんな魅力があります。染料としてはもちろんそうですけども、そしてまた紅花はめっちゃ綺麗。広げて、写真撮ってもらって、はい、広げて、ほら、ふわ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 、ニコニコ。